境界を折ります。まずこちらを三角に折ります。開きます。こちらを半分に折ります。開いて折り目に合わせて折ります。こちらの中心のところまで折ります。こちらの角を引き出して折り目で折りたたみます。面と色の境目を合わせて折ります。面と辺を合わせて折り目をつけます。こちらの角を折り目に合わせて三角に折ります。こちらから袋を開いて、袋を開いて折りたたみます。こちらの、こちらをこの向きにします。こちらの折り目で折ります。引き出して中割り折りで中にしまいます。糊で留めます。屋根の部分に十字架をつけます。窓を描きます。こちらで完成です。